今日は日曜日、なんかクライマックスみたいでどんじゃがどんじゃが聞こえてきますけれども、頑張ってますねフェスということでですね、今日はこのセダンを紹介したいと思うんですけれども、まあ、実はですね、実は、今ちょうどここにある BP9 ですね、これは、BP9 を清掃してるんですけれども、まあ、外せるものは全て外して掃除しましょうといういつものやり方でですね、やってます。いろいろこの配線がこの車入っててちょっとやりにくいんですけども、まあ、当時のあの頃いろんなその、これ純正だと思うんですけどね、ストラーダのナビがこうくっついてるんで、まあこういう分解も手間がかかるんですけども、掃除もやっぱり、丁寧なね、やっぱり愛情を込めた仕事をしないとなかなかね、思うような結果が出てこないんですね、不思議なものでね。で、この、B4、実は一度掃除をしてあるんですけども、やっぱり、年式も10年以上経ってますし、見てください、ピカピカになりましたでしょ、ピカ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 。悪い使い方していた車じゃないので家へ連れてきたんですけども、まあそれなりに汚れてましたのでね、それで、再度清掃したということで、僕の方にせっかく綺麗に掃除をしましたので、どうですか、ちょっともう一回乗りませんかと、昨日西尾君が報告に来ましたので、嬉しいね、6気筒の6速じゃねえかと、6気筒の6速はもうね、本当にこれだけはですね、絶対面談しないとおりませんのでもう結構ね、電話で聞いてメールでやり取りして、配送なんていうことを簡単にやってますけど、ちょっと僕はこの車に関してはね、絶対にですね、ちゃんと可愛がってくれる人にお目にかかってしかからしかんなこと言って、昨日もそんなこと言ってたじゃないと思うかもしれませんけど、それはね、それはしょうがないんですよ。僕の最初にこの下ろした車もいまだにですね、大阪で藤原さんがね乗ってくださってて、ちょっと途切れた時期もあったんですけど、彼は必ずね、うちに大阪から車検にね持っていてくれてましてね、虫が当たるほどいい匂いがするんですね、素晴らしいですねということでですね、殺してあげようと思ったのに、そういう人にね、お渡ししたいと、いいことでですね、綺麗にしてくれたということをまず申し上げた上で、ね、この素敵なロキトをね、いい声を奏でさせようと思いますが、よっ、ちょっと後ろのマフラーのねところに行ってください、吹かしてみます。ということでですね、このね、素敵な6気筒をね、今日はまあ紹介しようと思うわけです。やっぱりどうしてもね、この BLBP のね、最近取り上げるチャンスが多くなってきてるわけですけども、まあね、しょうがないですよね。
まあ、ね、お、ちょうどやってるじゃないですか、ラジオ英会話。これね、朝6時45分からやってるんですけど、もう癖になっちゃいましたね。Actually, Susie told me she saw you looking at a ring with a girl in a jewelry shop. いや、悪いことしますね。You promised you would love me forever, but you lied to me. What do you have to say for yourself? どんな言い訳をするのって言ってますね。Actually, Susie told me she saw you looking at a ring with a girl in a jewelry shop. まずいところを友達に見られてしまいましたね。あなたが宝石店で女の子と指輪を眺めているのを見た。大ピンチじゃないですか。ええ。ということでですね、そういう、面白いね、実に、現実的なことを使ってですね、今言い逃れをするというね、どういうふうにあなたそれ説明できるのよみたいなね、あなた自身に何を言うのあなたはみたいなね、言い訳を言ってみなさいよ。うわ、修羅場でございますね。そういうようなことのないように世の中うまくいけばいいんですよ。なかなかそうはね、いかないのが世の常でございますね。はい、ということでですね、この濡れるようなサウンドの車に乗ってみたいと思います。やっぱり今の金曜日の復習というか、今のラジオはね、この日曜もこの時間になるとずっと1週間分をやるんですよ。やるんですけど、僕なかなかね、この仕事中なんで聞けないで、やっぱりラジオの本番で流れたやつってちょっと違うのでね、ネット配信されて買ってるやつとはね、だからやっぱりね、そのうまくできてるんですよね。この本編のラジオを聞かせて、で、テキストブックを買わせて、その上で、そのネットでそのこの今の、毎日の番組を買うんですけど、それはその直訳するその英語の訳が入ってないのと、それからこの番組のエンディングとスターティングで絶妙な英語でのやり取りがあったりして面白いんですよね。それがまたね、分からないことを言うんですよ。で、この野郎聞いてやろうって1日3回ついつい、ね、聞いちゃうんですよね。1日3回やってます、朝昼晩ね、非常に安くていい勉強ができるので、僕は今、犬の朝運動と兼ねてね、夜は犬のやっぱり運動と終わりを兼ねて、このラジオを聞くために全部終わらせるんだって思うとうまくいくんですよね。まあ、そんな風にですね、良い習慣をしつける、これが自分をしつけると、犬をしつけるんじゃなくて自分をしつけるというつもりでね、やってます。それからこの、まあ、動画配信も車のことばっかりじゃなくていろんなこと話してますけれども、やっぱりね、自動車って全てのことに絡みますからね、だから総合的なやっぱお話がこの自動車を運転しながらすると楽しくできるんじゃないかと思ってやってますので、まあ聞きづらいっていうことがね、まあ、再三あると思いますけども、今のこの iPhone を使って、やるっていうのが、うちの今のやり方になってまして、その時にどうしても限界が出てくるかもしれません。なるべく顔をね、今日から顔をできるだけ向けて話をする。でもそうやってるとね、前を映さんかいっていう話も出てくるので、そこはそこでね、ジジイを映さず車を映せなんて書くやつも中にはいるかもしれませんのでねそんなことをね、書かれないようにね、もう下品な言葉が出ないような、気品のある動画撮影をねしていきたいと思っております。はい、というわけでですね、この6気筒の6速の、まあ、これは9万5000キロ走った車ですけれども、これを丹念に、ね、うちで可愛がって、飼ってやってですね、その間に、ね、いいね、主が現れることをね、待ちたいと思うわけですけども、まあ、またね、これもまだ高速テストをしてないんですね、確かね、これは。
それをやらなきゃいけないんですけども、他にもやる仕事がいっぱいありまして、実は今日はこの後京都の、ね、岡田さんからお預かりしている GC8、 彼の大事なあのアイバーですね、本当に大事にしていらっしゃる、うちのラリー車と同じように RA でエアコンのついてない車なんですけれども、まあ、初めてあのうちの会社に来た時には、まあ、その疲れているとかそういうことではないんですけども、前の主が飼ってた状態のまま引き受けていらっしゃって、やっぱり相当ね、疲れてたところ、まあ、要するに傷んでたところですよね、そういうのがあったので、一つ一つ丁寧に取り上がって、まあ、リフレッシュをして、で今回はあのいろんなね、男の野望があるじゃないですか、あのラリーカーにしたいっていうね、そいつをいわゆる実現させたということ で、しばらくお預かりをしてたんですけども、もう車検も点検もいつも入れていただいているお車ですので、初代 GC8 の RA ですね。そしたらあのリフレッシュから2年経ったので、あの、まあ、ちょっとね、高速を乗って様子を見てもらえませんかと、ちょっとアイバーに無知は入れないですよ、無知は入れないですけどね、ちょっと、しつけをですね自分をしつけるように、ちょっともう新しいものもいろいろついてるんでしつけてもらえませんかという意味合いで僕は撮ってるんですけどね、岡田さん、それを乗ってくれと、今日絶妙のドライ、気温もそんなに高くない、低くもない、そこをね、この後この動画撮影した後、行ってこようかなと思ってます。まあ、なのでね、今日はスバルのこのスポーツの、まあ、ある意味両方とも極端なモデルですよね。一つはエアコンレスのクロスミッションの、当時260馬力のモデルかな、うちのはね240馬力ですけども、実質的にはもうエンジンが相当中に何入ってるか分からないエンジンなんで、うちのもとても240馬力には思えないんですが、そういう、まあ、スパルタンな車、それに対してこれはですね、もうこのトランスミッションのレバー比が違う、ここ映してください、これレバー比って言うんですけど、この同じ TY85 でもこのレバー比が違うので、まあ、要するにテコの原理で軽くスポッと入るわけですよ。で、WRX の場合だともっとカチッカチッパチンパチンでカチッてるパチンパチンってありますよね、それがこれは違うんですね、こういうまあしつらえがしてあって、かつセンターデフのセッティングが違いますのでね、まあ、どっちかというとセンターデフはこれ普通のセンターデフが入ってますよね、まあWRX の TY85 に入っている STI ですね、 STI の TY85 に入っているセンターテフよりももっとマイルドな普通の、ビスカスカップリングをね、使ったロックをするものが入ってますので、ドライバーズコントロールセンターテフじゃないですから、そこもやっぱり全体的に大人の車になっている理由だなと思います。全開放して乾燥させるとですね、はあ、爽やかなね、そんなあのファブリーズだとかなんとかを巻いたね、爽やかなやつじゃないですね、本当にこの車の中にこう包まれて、こう、はあ、爽やかだなっていうね、こういう気持ちになりますね。ですからやっぱり自動車っていうのは中をね常にきれいに掃除して、よくねいろんな方がねやっぱり中でどうしてもお子さんがいらっしゃるとね、物を食べたりドライして乗ったりね、これ仕方ないですね、仕方ないですけども、やっぱりあの常にね使ったら常に拭いたりね、常にあのダスターでこうやるといいですよね。僕今掃除機はほとんど使わずにエアダスターで吹っ飛ばすんですね、あのマキタのエアダスターいいですよ、あの陸東号それでね、すご
僕が使ってます。で、ちゃんと掃除機かけなきゃいけないのもあるんですよ。例えばマットの隅々なんてダスターでそのすっ飛ばしたらホコリ撒き散らすだけですのでね、ちゃんと掃除機をかけたりして普段のメンテナンス、例えばリュクトなんか乗ると必ずですね、僕はこれクレートの中をきれいに雑巾で二度拭きをして、その後車内をダスターでビョンと吹き飛ばすんですね。ですからすごくいつ乗ったって気持ちがいいわけですよね。まあだから車の中はですね、やっぱりカビたりダニが繁殖したりしやすい環境なので、なるべくそういう要素がなくなるようになくなるようにしてあげると、いつまでも気持ちよく付き合える車になると思います。そういう車にねこれになりましたよ。いや、いい感じですよね。今のこうステアリングを切り込んで、ね、もうちょっと踏めるところ踏んだ時のね、まあ打角当たってますけどね、今のようなところはアンダー出ませんから、そう計算してますからね。ちょっとこう戻してね、ここのアクセルスーッと戻して軽いブレーキで入っていきます。ターン立ち上がってトルクありますから、このギアでも走っていくんですね今ね。今5速入ってますけどね、やっぱりここが6気筒 のトルクの乗るいいところですよね。今6速まで入れちゃいました。してもね、もうこんなレアの車をねよくねお客様の期待に応えて、僕ねいつも言ってたんですよ、これ本当に6速 の6気筒を作ってくれたらすぐ買うって言って、本当に買ったんですけど、だけど僕一人で買ったって、せいぜい何台買ったかって言われて聞かれて、いやこれ確かに3台ぐらいは買った覚えはあるけど、知れてますよね僕の力だけでは。というわけにはいかないですよ。でもこういうふうにね、いい優れた中古車がまだ手に入るということは、それだけのね舞台台数はあるということですよね。なんで売れたのかは知らないですけど、いい車ですよ。サウンド聞いてたのが確かにいいですよね。それは BGM ね欲しくもなる時があるかもしれない、ね、ターボ車でもドロロロロっていうターボ音がするやつは、まあそれなりにそういうね、あれがおかずになるぐらいの人がいると思うんですけど、まあ、最近のまあ、FA にしてもB にしてもターボがくっついててもですね、そんなにね音も強調されてないですしね、これ音大きくないんですけども、綺麗なハーモニーじゃないですか。例えばレボグなんか乗ると、前もそんな動画撮った時あるんですけど、何も喋らずにスピッツかミスリのミスルか何かのちょうど面白い合うのがあったんで、かけながらずっとドライブしたことがあったんですね。あれはレボグの天禄だったと思いますけども、探すとそんな動画出てくると思いますけど、あれいい感じだったんですよね。高原からこう下り込んでいく、まあ南アルプスの麓の方で撮ったんですけど、また大鹿村の方だったんですね。こう走りながら、軽い軽妙な音楽をかけて車をこう転がすっていう。
のギター音を聞くとね、もう嫌がるというか落ち着けなくなるんですね。落ち着けなくなってね、なんかねやっぱり辛いんでしょうね。でジャズかけるんですよ、あの YouTube ので、傑作ですよ。ジャズをかけるとふーって言うんですよ。ふーって言って、それであの伏せって言うと素直に伏せして、聞くっていうか落ち着くんでね、やっぱり犬も人間もそういう音に関しては落ち着くのは一緒なんだなと思って、あの犬酒場では最近は夜は YouTube のね、あの部屋で聞くジャズとかあるじゃないですか、検索するとあれをねかけて酒飲んでますけどね。なかなかあの犬酒場面白いです。というわけで、今日はロキトの、気持ちよい車になったこのセダンでね、夏の残りがのする9月の晴れた空の下を走りました。あっという間に今日も真っ暗ですよね。もう夕日が沈んで、まあ、鶴瓶落としとはよく言ったもんですよね。もう夜の泊まりがね、訪れてまいりました。どんなね、お休みを皆さん過ごされてでしょうか。きっとね、健やかに、お過ごしになったことだと思います。明日からまたウィークで始まります。僕も明日は朝からいろいろと忙しくてですね、いろんなことが待ち受けてますけども、元気よく頑張って新しい週に向かっていきたいと思います。じゃあ明日もよろしくお願いします。